では今日演奏していただいた姫野明さん、ありがとうございました。ありがとうございました。何ヶ月ぶりに、今年の1月に来て、もうここグレープスが最後でした、東京が。なので東京自体も本当に 1,2,3,4,5,6 5ヶ月ぶりでした、はい、ね、遠方から、はい、ありがとうございます。 しかも、ね、なかなか今遠くからやってくるのも難しいというか、まあ、難しいというか、まあ、そうですね、まだもうちょっとそんなにいないかも、ね、新幹線も空いてたので、うん、はい、うん、でもね、そうやって東京に来てくださってありがとうございます。こちらこそ急なあのお願いを。いえいえ、本当にありがとうございます。あの配信はされてました？配信してました。あの大阪のいつもお世話になっているライブハウスで、はい、ジャックライオンっていうのがあって、はい、ジャックライオンから配信ライブは2回ぐらいさせてもらってて、うん、はい、それがでも初めての配信で、配信初心者です、はい、あ、今日で何回目くらいですか？3回目あ、ちゃんとしたライブするのは、うんうんうん、あとは家で、はい、あのパソコン1台でゆるくやるやつは毎週日曜日やってるけど、はい、こういうちゃんとしたライブで機材揃えてっていうのは、はい、3回目ぐらいかな、うん、です。なんかとてもすごくいいライブだったなと思って私も見てましたし、あとその、ね、見てくださった方のコメントもすごく良かったんですけど、ね、なんか公演中はしきりになんかやっぱり寂しいっておっしゃってましたけどやっぱりそういう気持ちはどうしても感じちゃいますかね、こう演奏されてると。そうね、歌ってる時は、はい、まあ、一生懸命歌ってて、はい、じゃんって終わった時にじゃんしんっていうのがやっぱり寂しくて、ね、なんか拍手がないなっていう、うん、私たちも拍手しましょうね。じゃあでもね、してもいいと思う、ね、スタッフの人があの、はい、パチパチっていうのは全然いいと思いました。心の中ではしてたんですけど、ね、うん、こう聞こえたきたよでもね、いろいろやりながら、いっぱいいっぱいだからうんって思いながら聞いてすみません。そうそう、いろんな仕事ねしながらだったからだと思うけど、はい、そういった形でその、ね、グレープスも、まあ、実は昨日からこういう新しいシステムが入ったのは昨日からだったんですよ。カメラが8台に増えたとかっていうのがなんですけど、それってなんかこうライブしながら感じたりすることってありました？やりながらだと難しいですね。やりながらはそんなに気にならないけど、うん、やっぱ今日ここにおはようございますって来て、はい、あそこの吊り下がったカメラたちがなんかもう、うんうん、なんかもうすごい見られてる感、見られてる感、はい、見られてる感みたいな。そうですね、のは ある、すげえなって思って、うん、けどそんなにこうあのテレビみたいにこうやって来たりしないじゃない、はいはいはい、今まででやってたんですよ、それを。本当にすごい。一昨日まで私がこうカメラを持ってこうやってたんで、マジで結構緊張するって皆さん言われて、それは結構それじゃなくてよかった、はい、あ、本当ですか、よかった、それならば、うん、わー、本当、それはすごい。 それを今はあの、ね、設置されたカメラでこう操作しながらってことができるようになりまして、はいはい、すごい、そうだ、ムービングカメラ、そうです、そうです、はい、素晴らしい。そうなんです。だから寄り添うアーティストもね、あまり他のことを気にせずにライブに集中できるようにはなったのかなとは思ってるんですけど、すごい、そんなにカメラがあるとこってあんまないです。そうですね、まあ、今後その配信と同時にお客様も、ね、お誘いして中で一緒に同時進行できたらいいなっていうのを、うんはい、今考えてまして。そうですね、はい、そうなんです、はい、では今日見てくださった方に、はい、メッセージをいただければと思います。みんなそれぞれの場所から、時間を割いてパソコンの前、画面の前にありがとうございました。寂しいけど、みんないるよとかってコメントを書いてくれたりしてっていうので、まあ、そうだそうだと思って、聞こえない拍手も心で感じて何言ってんだろうねいやでもそうですよね。でも本当になんかそういうので、うんうん、配信初心者ですけど、配信は配信の楽しさがあって、うん、ね、コメントのやり取りとかできたりするのも楽しいし、楽しいなって思って歌ってる時はすごい楽しかったです、うん、今度は会える時は元気に笑って会えたらまたいいなって思います。ありがとう。いや、今日は本当にありがとうございました。私たちも音楽聴けて嬉しかったです。はい、じゃあまた次回。あ、そうです、7月来ますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。